はありましたが、大会執行部の努力により本日の決勝戦が実現しました。その上で今年の決勝戦は公平に行うため、過去の慣例に倣い前王時代のルールとなります。どんな理屈だよ。炎症しなかった。あれほどの力、まさか。シン、微精霊たちの悲鳴がまた間に合わなかった。何？やめて、返して。やめろ、離せ。邪魔すんな、こら。レイヤ、チコがさらわれたの。エリーゼもそれを追って。奴らの狙いはお前じゃない。きっと初めからチコだったんだ。客席から狙ってる奴なんてのもいなかったんだ。俺は知らなかった。お前に任せる。何？お前、俺を試して。お前しかいない、頼んだぞ。な、そう来るかよ。どうなっても知らないぜ。ミラの助けに行ったのかな。客席からミラさんを狙う者はいない。行こう。あれ、レイヤだけ。アルクノアにティポがさらわれた。エリゼとアルビンはそれを追った。なんと。行くぞ。少々強敵のようですね。関係ない、一気に終わらせるだけだ。でもこいつらの武器は死んだよ。だからこそだ、エッセンジン、エアリアルファイアル、エッセンジン。Thank you.
陣を前にしたミラはやっぱりすごい。当然だ、私の使命だからだ。エリーゼとアルビンはどこへ行った？仲間が追っているが、まだ連絡がない。私たちも探そう。待て、二人は町の外に出た。土地勘のない君たちが探しても無駄足になるだけだ。足取りは我々が必ず掴む。それまで留まってくれないか。道理だな。わかりました。随分経ちますね。ひょっとしてアルビン。私、どうしてエリーゼが席を離れたのに気づかなかったんだろう。そうすればエリーゼだって。レイヤーのせいじゃないよ。でも二人の足取りが分かったぞ。どこ行った？うかつだった。二人は王の狩場へ向かったようだ。王の狩場？キタル族が管理する土地だ。町のそばに広がる原生林帯で、代々アジュール王が狩猟を行う場所なんだ。ありがとう、ユルゲンさん。危険な魔物も多い場所だ。十分気をつけてくれ。